かつて戦乱があった。後に極光戦争と呼ばれたこの戦乱はセレスティアとインフェリアの間に勃発したものである。戦争終結後、インフェリアとセレスティアの交流は途絶え、現在に至っている。そして今、二つの世界は滅亡するという。その危機を救うべく立ち上がったのは名もなき若者たちであった。邪魔しないで。ごめんなさい。アラさん、ごめんね。気持ちいい空だな。マローネ来てないよね。まさかとは思うけど、かくまってるとか？なんかあったのか？バロッサを借りて大陸に渡るの。この間のハリケーンで船が全滅しちゃったから。そんなに焦ることねえのに。私たち一刻も早くファロッサに行かなきゃならないんだよ。こんなところでグズグズしてる暇ないの。マローネ見かけたら教えて。はいはい。もう、気持ちいいですな。マローネ、どこにいるの？マローネ。うっと、気持ちいい空。オリーナ、何してんの？あ、リット様。んで、こんなとこで何してんだよ。この間のハリケーンで大いに創作意欲を刺激されてしまったのです。もう次から次に詩が浮かんじゃうのです。ああ、恐ろしきかな、ハリケーン。あのな、ビュービューで夜も寝れず。あ、気持ちいい空。あ、え？うわー！なんだ、なんだこりゃ！断る。お金なら払うって言ってるでしょ。理由はない。嫌だからだ。私はね、あなたと違ってここでのんびりしてるわけにはいかないの。世界を救うって大きな使命があるんだから。できるものか。なんですって？お前たちの力では無理だと言ってるんだ、口だけ女。やってみなきゃ分かんないでしょ。誰ともやめてよ、キール。ちょっと来てよ、キール。だから無駄と言っただけだ。私の本当の力見せてあげる。見せるほどのものでもなかろう。異炎連結！
何事かと思えば。マダムマローネもやめるよ。こりゃ簡単に収まりそうにないな。そういうことでしたら、このベルカーニュに伝わる伝統的な方法で決着をつけたらいかがです？伝統的な方法？海試しです。何もいないな。よっし、なんて気持ちのいい。なんだ、海試しが始まるぞ。海試しだ。本当か。ベルカーニュには9つの小島があります。その小島の間を泳いで一周する、それが海試しです。古来より女同士のいさかいを解決する手段として用いられてきました。不運だったな。泳ぎは得意中の得意だ。おあいにく様、私だって生まれ故郷のラシュアン川で散々鍛えたんだから。どうしてこんなに盛り上がるんです？海試しは女性なら誰でも参加自由なんです。一騎打ちじゃないんだ。はい。ファラとマローネ以外の者が最初にゴールしたらどうなるんです？お二人とも負け、優勝者の望みが叶うことになります。そんな。大丈夫です。ベルカーニの女性はめったに海に入る機会がないので、便乗して海に入りたいだけです。お二人以外に本気で泳ぐ人はおりませんわ。これはちょっとね、これはと。おい、ハラ。新しい水着はいかがですか？海試しの歴史は古く、ベルカントの娘、何がしと、クリス島の村長で一人の男をめぐって争い、海試しが行われたと当時の商人の日記に記されている。またそれ以前にも漁師の座を、どっちにしろ俺には関係ない話だ。どっか静かなところで空でも眺めてくる。あ、おい、リト、キール、似合う？メルディ水着似合うか？ねねキール。水着については専門外だ。海試し、海試し、あー、海試し。素敵な詩が生まれそうな予感。海試し。私も海試しに参加することにしましたのよ。ミニマちゃんから新しい水着買ったんですけど、おかしいところないかしら？どう？海試し。どっちが勝っても恨みっこなしだよ。少しは戦士の心得を知っていると見える。我海に問う、ファラ・エルステッドとマローネ・ブルカーノ、いずれが正しきか、あるいは共に正しからざるか。大いなる力をもって正しきものをより早く我が元へ導きたまえ。でも水着かキール、泳いだらすぐ脱げるな。あれはだな、つまり脱げるようになっているのよ。島で最も身分の高い女性、もしくはその代理人が立ち会い人となり、
自らの着身。私たちも行きましょう。はい、それを手にしたものを消費者とするためにしぶき、バシャバシャ上がる海だめし。メルディがあんなに泳ぎが得意だったとは。あ、メルディ、左左、そっちじゃない。こっち。はい、海試し楽しいね。やっぱりあなたとの一騎打ちになりそうね。いや、私の独走だ。行ったわね。ああ、行ったさ。やはり口だけ女だな。ゴールまでまだまだあるでしょ。すぐに逆転してやるんだから。口だけは達者だな。すぐ証明してあげるわよ。口だけじゃなくて。口だけ女。水中だと効き目が薄いか。ならば王道昇進だ。大丈夫か、口だけ女。よくもやってくれたわね、王道。踏ん張りが効かない場所では効果はない。剣さえあれば。なんであんな無茶をしたんだ。お前までやられるところだったんだぞ。怪我をしてたんだ。この間のハリケーンでな、この近くの無人島にかくまっておいたんだが。私たちの危機を察知して飛んできてくれたの。あ、じゃあ私たちに貸したくないって言ったのは。大陸どころか、ほんのちょっと飛ぶのだって相当苦しいはずだ。どうして隠してたのよ。お医者様に見せば早く治るのに。そうして恩を売って大陸まで運んでもらおうって算段か。見損なわないで。私、バロッサが心配なだけ。バロッサの主人は私だ。どうしようと私の勝手だ。なんですって。あなた、バロッサがどうなってもいいっていうの。本気でそう思ってるの。そんな人がドレイクの主人だなんて許せない。バロッサは私がお医者様に見せてあげるわ。余計なお世話だ。バロッサには手を出させない。バリョークー。なんだかんだ言って総動昇天派。バロッサのことが心配なんじゃない。サザンカ。バロッサがいなくなると念願弾、移動手段がなくなるからだ。ヒエンレイキャク。素直じゃないんだから。ヒエンレイキャク。お前に言われたかない。念願弾。踏み試しで勝ったらバロッサを直してくれるようお願いするんだから。私だってそうだ。私が先よ。私の方が先だ。私よ。私だ。私よ。うるさい。総動昇天。
助けたいって同じ願いだったら勝負の意味がないな。ここなら安全ね。すぐにお医者様を連れてくるからね。おとなしく待ってるんだぞ。こら、バロスタくすぐったいよ。さっきからキー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 うっせんだよ。それはただな、こう静かに空を眺めていたいだけなの。魔人連歌だ。遅いな、ファラたち。そろそろだと思うんですが。そうですね。何かあったんでしょうか。あの二人に限って、その…キーキー!ワイルワイルワイル!メルディ!キャース!ウミガメシメルディ優勝めでたいな。あーめでっためでたの。メルディが優勝したの。医者代は自腹だな。私も出すわよ。結構だ。出す。結構。出す。結構。出す。優勝者こちらへ。タイナ。出す。海は何時を正しきものとして定めました。さあ願いを言いなさい。ファラ、マローネ。出す。結構。出す。結構。出す。了解しました。ああ、仲良くすると約束しよう。ワイル。ここに一つの絆が生まれた。だがリッドたちが依然ベルカーニュに足止めされているという状況に変わりはなかった。虫はいねえ、人間もモンスターもいねえ。ここなら今度こそ静かに空を眺められるぞ。なんでだよ。かくて次なる説話を待て。